しゃーやったよ。ここは伊万里です。初めてのフィールドで夏の深瀬釣りを第1投目、全誘導もう沈め釣りでいいっていう話なんで、今は沈め釣りでやります。ドラグゆるゆるで穂先で当たり取っていきます。ちなみにマジですか、ここマックスで出てるのが55センチ、55、楽しみだな。ちょっとね、道糸に張りが出ないっていうのがあまり好印象じゃないんだけど、そう簡単に動くわけがないからね。一回回収してみます。全く当たりが出てない状態で餌が残ってるね。ただかじってはいるね。こういう感じですね今。やった、こんにちは、伊万里のお魚さん、こんにちは。お初にお目にかかります。釣れてました？釣ってません。キビレですね。やりました、はい、ありがとうございます。ちょっとね、大きくなってから来てください。ダメだ、待って、さすがだ、でかい、しかもさすが。これ第1回目めっちゃでかいの釣ってるんですけど、さっき大バラししました。マジで？いやいや、したでしょ、したトゥルルってやったでしょ。やっちまった。これ何センチぐらい？40センチぐらいじゃない？40センチあるらしい。俺も早く竿を曲げたいんだけど、餌しか取られてないんですけど。落とし込みで、まあ型はね、30あるなしだけど、初ということで、結構綺麗、ありがとうございます。やりました、嬉しい。もう一個釣れたね。さすが、でかい、それはでかい。45センチぐらい。すごいすごい。ナイスすぎる。あっち一方。釣れました。ぶり上げちゃいますね。
あんま大きくないんで。なんで俺こんなちっちゃいのしか釣れないのかな。あんな大きいの釣りたいな。やったー、釣れましたちびれ釣れました素晴らしい全然当たりませんでした。すげえなー。よし、すごいな。きっちりキビレしか釣れないんですよね。って思うやろ。死ぬもんに来るとき来るんやけど、あのキビレが今あのノッコミ入る寸前やけど。ですよね。逆にね、先に食べに来る。一頭目できた。マジかよ。え、いや、何もしてないですよ。いや、何もしてないですよ。やっべ、これ一頭目、そこそこの、しかも肩もそこそこだ。そう、ずっと今からようなってくるっけ。うわぁ、タイが元気だもん。もう、作ってもらった仕掛けで、言われた通りにただしただけです。そうやろ、俺何もしてないです。やります。面白なったろ。面白いいや、何もしてないですよ何もしてないですよ何にも釣ってないですよ2杯、まあね、肩はまあぼちぼちなんだけど嬉しいです。35ぐらいですけどね。いいね。よっしゃー、やったぜ。やっとチヌが釣れた。やっとチヌが釣れた。綺麗なチヌ、ありがとう。嬉しい。チヌが嬉しいな、やっぱな。ちっちゃいね、ちょっと。今度はキビレでした。ちょっとちっちゃいけどね。